カムロ町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。この間の組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。でもあいつはそのことをまんまと隠し切ったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことかばうんだ。下手すりゃ自分が無所にぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。マシバはどこでどんなポーズで倒れてたろう。いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。大丈夫、俺らならやれるよ。その自信はどっから来るんだ。モグラを追う鍵は羽村の頭が握ってる。あの人のことなら警察より俺らの方がずっと深く探れるんじゃない。まあ確かに。ただその前に必要な情報を集めとかないとな。探偵にとって地道な努力の積み重ねが真相に迫る一番の近道なんだよ。なるほどな、分かったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか。いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。あ、綾部のことか。警察の情報を流してくれるんだろ。俺らにはモグラの捜査資料がいる。分かった、聞いてみる。よろしく。分かってこい。しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。
気に入ったさあ行くかありがとうございましたありがとうございましたヤガミです。
すいません。いいんだろう。もうどうしよう。ああ。どうすればいいんだろう。もうダメだ。ああ え？お願いします。え？これは。
もしもし。あ、おい待て、そこ止まれ。いや俺は上等だよ。期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと何がサンキューだこの野郎。それじゃ。うん。